皆さんこんにちは、レッドリバーの川原と申します。今日はですね、最先端の AI 技術をいち早くコールセンターの現場で活用するために必要な3つのことという、ちょっと長いタイトルなんですけれども、こちらでお話しさせていただければなというふうに思っております。今日ご来場の皆様、AI を検討しろというような上からの言葉でですね、検討されているのかなというふうに思ってます。で、非常に悩まれているのではないかなというふうに、推察してございます。例えばですね、検討していて、実際試してみたら精度が出ないとかですね、あとは POC が高いとか、あとこうやってみると意外に手間がかかるねとかですね、あと難しいなというようなご感想を持たれている方とか、あと費用対効果がなかなか出ないなというふうに、悩まれているのかなというふうに思っております。こちらこのようなことが起きていて、皆さんちょっと AI 疲れされてませんかというふうに思ってございます。で、今日は、私の方からですね、タイトルにあるようにその AI をうまく活用するコツというのをですね、お話しさせていただければなというふうに思っております。で、もう早速本題に入っていきたいと思うんですけれども、 AI の活用に必要なことっていうのをですね、今日は3つ、お話しさせていただきたいなと思ってます。で、それぞれですね、まず1つ目が AI を導入する目的で、次に必要だと思うことがこのデータですね。で、あと最後が、運用。この3つがですね、 AI をうまく活用するためのコツかなというふうに我々思っております。では、これからそれぞれ一つずつ、どのような内容なのかというのをお話しさせていただければなというふうに思っております。で、まず一つ目、目的ですね。AI を導入する目的というのはですね、大事になってきます。こちらどんな目的があるかという話なんですけれども、皆さんこの AI を何のために導入するのかっていうのをですね、お考えいただいたことあると思うんですけれども、例えばですね、業務の効率を上げたいというふうに、考えられている方とかですね、あと自動化したいなというふうに思われている方とか、あと人員を削減したいなとかですね、あと捕虜をですね削減をしたいなというふうにお考えなのかなというふうに思っています。で、AI の導入目的というのはですね、今挙げたみたいに、大体コスト削減みたいな、ところが、ターゲットになっていると思うんですけれども、我々が、今日ご提案したいというかお話ししたい内容としては、コスト削減をメインの目標にするよりも、コールセンターにおける価値創造というのをですね、考えていただくのをお勧めしたいなというふうに思っています。で、この価値創造っていうのは何なのかという話なんですけれども、価値創造はですね、従業員の満足度を上げるというのが、一つのポイントになります。これはですね、どれだけ会社に貢献してたかですね、そういうところなんですけれども、コストの削減というのはですね、大きく分けるとコールセンターの場合だと生産性を向上させるという方法と、あと離職を減らすという、方法、2つあるかなというふうに思っています。で、生産性の向上はですね、もちろん AI を入れると出たりするんですけれども、こちらよりも離職の削減の方が効果がありますよというのが、この目的のポイントになります。で、この、なぜ、離職の削減の方が効果があるかといいますと、従業員の方が満足しているとですね、基本的には離職が減ると、当たり前の話なんですけど、そのようなことが起こります。これが起こると、採用や教育にかけているコストですね、こちらが減らせるかなと思います。例えばオペレーターの方1人採用するのに、広告媒体出してとか面接してとか、コストがかかりますよね。で、さらに実践に投入するのには、何ヶ月か教育をされたりとかですね、長い会社さんだったら、1年かけてとかですね、そういうことになると思うんですけれども、このコストが減らせると。で、離職が減ればですね、熟練のオペレーターが増えていくというメリットもあります。これによって、生産性もですね、だんだん向上するんですね。なので、AI 入れてコスト削減で、生産性の向上をターゲットにするよりも、離職を減らすということを考えて、人が辞めなくなれば、効率よくコストの削減ができますよと。で、そのためにはですね、今、人をうまく、モチベーションを持ってもらうためには承認欲求というのを満たす必要がありますという話になります。で、承認欲求って、あんまり聞かない言葉だと思いますのでご説明すると、
今の30代ぐらいの方々ですね、働く人の価値観っていうのがあると思うんですけども、こちらがですね、今まで、私40歳ぐらいなんですけども、40代の人っていうのはですね、お金が儲かると嬉しいみたいなモチベーションで働かれてる人っていうのが結構多かったんですけども、今の方は、お金を得られるというよりも、人に認められたりとか、誰かの役に立つといったような承認を得られることというのを、重要視する傾向があります。これは我々の会社にですね、応募してくれる方々も、ね、同じようなことを言ってるんですけれども、今まで、ちょっと価値観が変わっていて、人が辞めないようにするためには、例えば、あなたのお仕事がすごい役に立ってるよとか、助かってるよといったような声かけとかですね、またそれを実感できるようなことっていうのが重要になってきます。で、例えば、事例をご紹介すると、私が最近 YouTube の動画で見たんですけれども、元マクドナルドのカリスマ店長ですね、鴨頭さんという方がいらっしゃるんですけれども、彼が、動画でご紹介してくれてたんですけれども、鴨頭さんはですね、非常に優秀な、カリスマ店長の方で、本社のですね、人事部に引き抜かれて、全国にマクドナルドいっぱいあると思うんですけれども、このマクドナルドの店舗のアルバイトの人がですね、辞めちゃうというのをどうやって抑制するかというようなプロジェクトをやられたらしいんですね。でその時に、特に離職の多いお店の店長を集めて、会議をして、足を越しようみたいな会議をされたらしいんですけれども、それでもですね、忙しすぎてですね、その会議にすら出れないお店というのがあったらしいんですね。でそのお店の、離職率を見ていると、ある日、だんだん離職率が減っていくと。でも会議には来てくれないと。でこれどういうことなんだっていうので、視察に行かれたんですね。でその視察に行かれた時に、店長さん、その店舗の店長さんはですね、もう忙しすぎて、自らこう一生懸命ハンバーガーを作っているような状況だったらしいんですけれども、どんなことをしたらその離職をしなくなったんだというようなご質問をしたらですね、その会議でこんなことやりましょう、あんなことやりましょうというような施策を打たれたんですけれども、それ全然できてないですいませんという話をしてたんですけど、ただ唯一、その店長がやったのは、アルバイトの方が、シフトが終わって帰るときに、やめないでねっていうお願いをするということなんでですね、これで何が起こったかというと、アルバイトの子が、このお店に必要とされてるんだっていうふうに思ってですね、この承認欲求が満たされて、離職が減ったという、経験があったそうです。で、これもコールセンターにも同じようなことが言えると思いますので、この承認欲求をどうやって満たしてあげるかっていうのが、実は大事になってくるかなと。でこれがどう AI につながるかという話なんですけれども、で皆さん、コールセンターがですね、提供している価値ですね、要は皆様方がご提供されている価値というのは何だと思われますか？いろんな価値があると思うんですけど、例えば、手軽に質問できて便利だなというような便利さとかですね、あと、正しい答えが返ってくるというような正確さとか、手続きとかをやってくれるとかですね、そういう作業系の依頼ができるとか、問題解決するのに時間を短くしてくれるとかですね、そのような価値があるのかなというふうに思ってるんですけれども、我々コールセンターの、要は皆様がご提供している価値というのは大きく2つあるかなというふうに思っています。で1つ目はですね、CX、顧客の体験です、カスタマーエクスペリエンスですね、こちらをご提供されているのではないかなというふうに思っています。でこちらはですね、皆様日々顧客満足度というのを、測定されて、それを日々こう努力されていると思っています。ただですね、これをもう一段上げましょうというお話です。で、顧客満足を得るために、皆さん日々、いろんな創意工夫をされていると思うんですけれども、やはりですね、コールセンターというのはですね、応対効率もモニタリングされてますので、お客様からの質問を、調べて一生懸命お答えするというのがですね、応対を丁寧に行うためにこう時間を割くというのもですね、なかなか難しくなってしまっているのかなというふうに、思っています。で、そこで、うまく AI を活用することで、オペレーターの方がですね、応対に注力してもらえるように、したらよろしいのかなというふうに思っています。で、これを、今まで顧客満足と言っていたところをもうワンランクアップしてですね、顧客感動まで持っていってですね、その企業のファンになっていただくような、ことができればですね、例えばお客様自身が、御社の製品とかサービスですね、そちらを買ってくれるかもしれないですし、さらに他のお客様に、お勧めしてくれたりしてますね、会社自体の売り上げに貢献できるようになったりします。またですね、直接お客様からありがとうとかですね、すごい対応良かったよというようなお褒めの言葉をいただけるようになるかなというふうに思ってます。で、これで何をするべきなのかというと、AI がですね、応対する
AI を導入することによって人が応対することの価値というのを最大化するというのを、目的にされるというかなというふうに思ってます。でこれで、人はお客様に寄り添った応対に注力します。例ながらですね、注力して AI はですね、例えば、質問の情報を調べるとかですね、メモを取るとか、そのような、裏方に徹して、効率を上げて、この顧客感動を生むというようなことができればいいかなというふうに思っております。で例えば、失敗例をお話しすると、雇用を削減したいというふうに、目標を設定します。これで、よく考えられるのは AI チャット、導入ですね。こちらをしたんですけれども、実は電話が増えてしまいましたと。なぜかというようなことで、すごくシンプルにチャットボットですね、チューニングが非常に難しかったりですね、手間がかかったりとか、皆さんが思われているように、いろんな質問にうまく答えられるわけではなかったりするんですけれども、それで、質問が答えられなくてお客様がイライラしてしまって、ただ電話を結局かけてくるというようなことが起きてしまうということがあったりします。では次、2つある価値のうちのもう1つなんですけれども、こちらはお客様の声を収集するという、価値をご提供しているのかなというふうに思っています。これはですね、これをやって何がしたいかというと、プロダクトアウトからマーケットインへというようなマーケティングのですね、考え方を変える、力、協力ができるようになるんじゃないかなというふうに思っています。で今多くの企業はですね、プロダクトアウトでものを考えておりまして、例えば製品とかですね、サービスが中心になっていて、企業の競争力というのはこの製品が他社と比べて高性能ですよとか高機能ですよみたいなところが、売りになってるんですね。しかしですね、今の時代こう物がなかなか売れなくなってきてます。でこれはですね、お客様のこう趣味思考というのが多様化してきていて、いろんなニーズに応えないといけないと。で今お客様が製品やサービスを選ぶ理由というのはこのニーズに合ってるかどうかというのを重要視しております。でこの考え方が、マーケットインで、ニーズに合うものを提供しましょう。でコールセンターはですね、日々お客様との会話をして、いろんなフィードバックをいただいているというふうに思っております。でこれを AI を導入することによって、この声を活用できるようにして、マーケットインでビジネスの戦略が立てられるようなこう情報収集をですね、していただくというのがいいかなというふうに思います。でこれによって、より良い製品とかサービスを開発することができるようになって、会社の役に立っているということを、実感できますし、お客様から、いい製品がありますねというような、お褒めの言葉もいただけるようになるかなというふうに思っております。でこれで何をするべきかといいますと、人が応対することの価値を最大化するために AI を導入するというコンセプトは変わらないんですけれども、人は、分析しやすいデータを作り出すことに注力します。で AI は書き起こしとかですね、情報を記録するというところに注力するというふうにすると良いかなと思ってます。で例えばオペレーターの方が、お客様の意見を聞き出すような、促すような質問をするとかですね、このようなことをおっしゃってるんですねっていうように、言い直してあげて、後から分析しやすくするとかですね、お客様の意見が、こういう意見だったんですねっていうような仕分けをしてあげるとかですね、データにラベルをつけるというイメージですね。このようなことをして、コールセンターの価値っていうのを提供できるようになるかなというふうに思っております。でこちらも失敗例としてよくあるのが、音声認識導入しますと。今皆さんは結構考えられていると思うんですけれども、これですね、音声認識入れるとですね、認識結果集まるんですよ。で集まるのはいいんですけども、活用する方法を考えてなくて、データが溜まりましたというようなことが起きます。で、先ほどオペレーターの方がうまく聞き出したり、仕分けをしたらいいですよっていう話をしたんですけども、こういうことを、やっておかないとですね、記録が残っても実はこのデータをうまく活用できないんですね。でなので、まず活用するケースを考えてから、AI というのは導入された方がいいかなというふうに思っております。で、目的の方をまとめさせていただきますと、AI を導入する目的を、人が価値を生むことに注力できるようにするということが、大事かなというふうに思っています。でその価値というのは、CX の提供であったり、お客様の声を収集するというような、価値に、注力するという目的に AI を導入されるのが良いかなというふうに思っております。では次のスライドで、今度はデータですね。でデータは、どのようなことがあるか、例えば AI を活用するにどんなデータが必要になるかというのがあるかなというふうに思います。で例えば、過去の応対履歴がありますよとか、ミアルが社内にありますねとかですね、研修資料がありますとか、あと、
既存の FAQ がありますというようなことが思い浮かぶかなと思うんですけれども、このデータどんなことが必要になるかというと、データはですね AI の肝になるんですね。これ非常に大事です。でこの、AI でうまく活用するためには加工が必要になるということを、ご理解いただくのが、うまく AI を使うコツかなというふうに思ってます。でなぜ加工が必要になるかというとですね、人が理解できるデータというのは AI が活用できるデータではないというところが、ポイントになります。どういうことかと言いますとですね、AI はですね、単語ですね、文章に含まれている単語のところから、データの特徴を取ってですね、処理するということを代替します。で、特にその AI はですね、知らない単語からうまく特徴を取れないというような特徴があるんですね。でこれは人間はですね、知らない単語でもなんとなくわかるでしょうとか、新しい単語出てきても結構柔軟に対応するんですけども、AI はそれはできないんですね。なので、例えばですけど、製品の名前とかサービスの名前、機能の名前とかですね、パッと見ると人間だとなんかキーワードだなと思うのがあると思うんですけれども、このようなキーワードのデータを作るというのが大事になります。で、人間はですね実は結構、無意識に勉強していて新しい単語っていうのは習得してるんですよと。ただ AI は無意識に勉強できないので教えてあげる必要がありますという話です。で失敗例お話しするとですね、これもちょっと音声認識の例なんですけれども、音声認識はですね入れても精度上げるの結構大変だったりするんですね。これはいろんな地道なチューニングをしたりしなきゃいけないんですけど、大きな要因はですね、専門用語がうまく認識できないっていうのがあります。あとですね人名とかですかね、これはですね、なぜ認識できないかってシンプルに AI が知らないからというのがあります。例えば、例えば美しい世界とかですね、こういうのってなんかこうキャッチフレーズなんだろう、おもてなしとかがいいですかね。おもてなしっていうのがちょっと流行ったと思うんですけど、これ単語として、何か重要な意味があるかないかっていうのは、あるタイミングから急に意味が変わってすごい重要なキーワードになったような単語になると思うんですけれども、こういうの AI は認識してないので重要かどうかっていうのを判断できてなかったりするんですね。おもてなしはもともとある単語なので単語として取れるんですけれども、意味が変わってるよとかそういうところは分かってないですね。こういうのを教えてあげる必要がありますというものになります。で次に、これがちょっと難しい概念なんですけれども、構造化されてない構造っていうのがありますと。これはですね、人間はパッと文章を見るとですね、なんとなく例えばこのスライドとかも構造があって、これがタイトルになってて、これが表題になっていて、その説明が書いてあるねっていうのにご理解いただけるんだと思うんですけれども、 AI は実はそれがうまくできません。なぜかというとですね、 AI はデータをですね画像として見てないんですね。テキストとして認識しているので、明示的に構造を、教えてあげないとわからない。でちなみにですね、この2つの上と下の文節、構造はわかりますか？でどんな違いがあるかってわかりますか？人間パッと見ると同じことが書いてあって同じ構造になっているように見えますよね。実は上はパワーポイントの、段落の機能を使わないでビュレットを置いてるんですね。下はパワーポイントの、段落の機能を使って字下げしてビュレットを置いてるんです。これは AI から見ると下は構造があるように見えて上は構造がないように見えるんですね。このようなものがですね、先ほど、どんなデータがありますかってお話をしたと思うんですけど、こういう明示されていない構造というのがいっぱいあります。これをうまく認識できないから AI がうまく精度を出せないというような問題があります。でその失敗例をお話しするとですね、回答支援とかですね、FAQ 入れたくなりますよね。FAQ 入れるんですけど精度がなかなか出ない。なぜか。この FAQ の、中に先ほど明示されてない構造というのがあって、人が見れば、ここは何が書いてあって、次はこういう意味なのねっていうのが分かるんですけれども、AI には分からずにうまく精度が出せないというような、問題が起きたりします。でデータの方、目的は、必要なことをまとめさせていただくと、AI でうまくデータを活用するためにはデータの加工が必要になりますよというところになります。例えば単語リストの作成とかですね、先ほどの構造の明確化ですねをしてあげる必要がありますというものです。で最後3つ目の、必要なこと、運用になります。運用はですね、AI に運用っていうのはそもそも必要なのみたいなことを考えられている方がいらっしゃるかなというふうに思っています。例えば、AI って勝手に賢くなってくれるんじゃないのとかですね、あと運用って言われても何をやればいいか分かんないよとかですね、
あと、まあ、手間はかけたくないんだよね、そのために自動化のために入れてるんだしっていうようなお考えの方もいらっしゃると思いますし、あと、まあ、何すればいいのかもそもそも分からないよねみたいなことになると思うんですけれども、こちら何をすればいいか、 AI の精度を保つためには継続的にチューニングですね、学習をさせるということが必要になります。で、学習っていうのはですね、ポイントは学習データの作成は、POC の時だけとか、トライアルの時だけじゃなくて継続的に行う必要があるというものになります。で、なぜかと言いますと、初期チューニングだけは足りないという問題があります。これはですね、業務というのはですね、日々変化してるんですね。新しい FAQ が増えたりとか、新しい質問が増えたりっていう、まあ、当たり前の話なんですけど、まあ、そのような変化が起きてます。で、それに伴って新しい単語が増えたりとか FAQ が更新されたりします。で、その度に、まあ、その変化に追従するために、継続的なチューニングっていうのが必要になるんですね。で、人は、例えばオペレーターの方だと朝の朝礼でこういうことがありますよっていうような、周知をされると、まあ、それにうまく対応すると思うんですけれども、 AI もそれと同じようにインプットをしていってあげないといけないというものになります。で、その継続的に学習データを作るためには、仕組みを作らないといけなくてですね、学習データの品質も担保しないといけないんですね。で、その品質を担保するための仕組みというのが必要になります。これは何かと言いますと、まあ、AI にですね、学習させるデータというのは正確である必要があるんですね。これはなぜかというと、間違ったことを教えると間違ったことを覚えるからです。そのためには、精度のある正確なデータを作らないといけないんですけれども、一貫性を保つというのが難しいんですね。で、例えば、我々でよくやらせていただくのは、コールリーズンの分類とかがあると思うんですけれども、これをコールリーズン A と分けるか B と分けるかっていうのですね、例えば1000個やってくださいって言いますと、だんだん後半で人間側も疲れてきて、間違ってしまったりとかですね、そういうことが起きたりします。で、まあ、量を作らないといけないので、まあ、複数人で分担したりするんですけれども、今度複数人で分担すると、そのルールの解釈ですね、これを A に仕分けてください、これを B に仕分けてくださいみたいなやつがの解釈がですね、人によって違ったりするんですね。この揺れが、精度に影響してきたりします。で、これはもう誰でも同じ判断ができるような基準を作ってあげる必要があるんですけれども、まあ、このような体制を組んだりとか、運用してデータを作る必要があります。で、運用の方をまとめさせていただくと、 AI にはですね、継続的なチューニングが必要になりますよ、まあ、つまり運用をしっかりしていかないといけないですよという話です。で、そのためには、まあ、業務の変化に追従するための学習が必要になりますというところと、正確なデータを正確な学習データを作り続ける仕組みというのを、作って運用する必要があります。で、まあ、以上で3つポイントになるんですけれども、最後にまとめさせていただくと、まあ、AI を活用するために必要なことは3つあります。目的とデータと運用です。目的の方は、価値の創造に注目して、まあ、検討するというのがよろしいかなと思います。で、データについては AI が活用するためにデータの加工をするということが大事になります。で、運用については継続的に運用体制を作って行う必要がありますというのがポイントになります。まあ、ただ、このアイデアやノウハウがないとなかなかこういうのって難しいですよね。で、そこに関しては我々レトリバにご相談いただければなというふうに思っています。で、我々はですね、人が応対することの価値を最大化させるためのソリューションというのを、いくつも持っております。今日もブースを出しておりますので、まあ、ご相談いただければなと思うんですけれども、まあ、経験豊富なスタッフが、まあ、御社のために、まあ、こういう AI の活用の仕方をしたらどうですかというのをご提案を差し上げることができると思います。またデータの加工のノウハウとかもですね、我々持っておりますので、まあ、こうやってやりましょうとかですね、まあ、お手伝いができるかなというふうに思います。で、また継続して運用できる体制の作り方というのも我々、ノウハウを持っておりますので、ご相談いただければなというふうに思います。で、レトリバーですね、お客様の方に伴走するというのを、ミッションというかですね、思いとして持って、ビジネスをしておりますので、ぜひご相談いただければなというふうに思います。で、ちなみに、今日展示でご用意している、ソリューションというのはこの3つの分類でそれぞれ2つある感じですね。で、3階のですね、C 会場ですね、3階 ?2 階 ?2 階ですかね、2階の C 改造の横にブースを出しておりますので、まあ、ぜひご相談いただければなというふうに思っております。はい、じゃあ以上で私からの紹介終わりになります。